目を覚ましますと全身山吹色でございました。これはいけないと思い、ダック引っ越しセンターに問い合わせたところ、南半球の鳥とは一切関わりたくないとのことでした。鳥じゃない、42歳役年、モッズ系猛禽類、自称鳥の調教師、フルーツ好きの日本共産党員でございます。朝の8時から朝の8時までパン工場に勤務しておる傍ら、休憩時間にアムウェイの勧誘を欠かさず行っております。月に一度の休日は創価学会員と激しく殴り合っております。日本ブーメラン協会会長、鳥谷田実、42歳役年、高段住宅在住、流れ作業についていけない黒夢のファンでございます。ワイキキを歩くのが似合うんです。ラッパのマークしか認めません。山崎パン、アメリカンフットボール部キャプテン、鳥肌実る42歳役年、イルカセラピー歴5年、カプセルで育った未熟児でございます。ホームステイを受け入れたいんです。現在生活保護を受けております。近頃大勢の前で堂々と話す力が身につきました。日本話し方教室在籍、鳥肌実る42歳役年、訴えたいことがないんです。メッセージのない演説家でございます。自己紹介は得意でございます。好感度を上げたいんです。トップブリーダー推奨、鳥肌実る42歳役年、トリメのクォーターバックでございます。尊敬しておるアーティストは池田大作でございます。好きな女優は松坂慶子と松尾佳代でございます。好きなことわざは焼け石に水でございます。トランポリンしてるとめまいがするんです。株式会社山崎パン、高井戸工場サンドイッチ班班長、ピクルス担当。ああ、単純作業のお出ました。巨大なジャンパンが攻めてくる。キュウリは2枚だって言ってるだろ。苦手なパンはないんだよ。俺はな、契約社員なんだよ。アルバイトじゃないんだよ。年下のくせに顎で使いやがって。パートのおばさんによく飴をもらうんです。ただいまより現場復帰いたします。道を兵士たちが並んで歩いてゆく。遠くの敵と戦をするために狂ってしまった時間の中に、死ぬためだけに歩き続ける。悪魔ストーキング、ドゥドゥドゥ。悪魔ストーキング、ドゥ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 。誰が知ってようか、奴らの腹の底、何も見えないほど真っ暗なのに、風の吹く野原に立って、死体の数を数えている。悪魔ストーキング、ドゥドゥドゥ。悪魔ストーキング、ドゥドゥドゥ。